日恒例の来たー OK、 お、いいな、いい絵になりました。なんかでかいね、なんか、じゃあ、改めまして皆さん、今日はチューステック公演ご来場ありがとうございます。今年初めての地元でのライブということで、ちょっとミオたちも楽しみですので、頑張りたいと思います。いつぐさん、今日一言お願いします。頑張りますいつも通り、はい、気合いの入った一言で、みんなで声を出していくと楽しくなると思うので、あの、全然タイミングとかずれてもいいので、ここ自分声出したい気持ちタイミングで、ここぞというところで、ぜひみんなで今日は声を出す、ミオたちもたくさん出していきますし、みんなで声を出す定期にしていけたら嬉しいなと思います。それでは早速声出しましょうか。では皆さん中心に向けてください。 OK、 大丈夫、 OK、 いつも通り We are でチェリーフのエンジンで今日も定期スタートしたいと思います。それでは行きます。 We are チェリーフスタート。ではまずはこの曲から皆さん一緒に体を動かしていきましょう。唇ネットワーク、さあ皆さん手拍子一緒によろしくお願いします。ねえ、さっそ持ってあげる。
이 노래
ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして皆さん、こんにちは。まゆです。みおんです。二人合わせてチェリップです。よろしくお願いします。さあさあさあ、今日あの感想だけでハイタッチが終わらないぐらい、ね、たくさんの方に来ていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、今日お互い初めましての方とか多いと思うんです ね。で、県外からも結構たくさん皆さんに来ていただいて本当にありがたいことですし、ぜひみんな心を一つにちょっと今日のライブ楽しんでほしいなっていう思いがあって、うん、私たちのライブ限定曲で肩を組む曲があります。この曲すごい元気が出る曲で、なかなかハードル高いかもしれないんですけども、今周りとちょっと目あったと思うんですけども、みんな友達ですので、これでチームチームの仲間ですので、顔だけでも首だけでも、そうです、お近くの方とぜひ揺れるだけでも一緒にしていただけると嬉しいなと思います。それでは、あ、いい感じに横つながりましたね。おお、すごい、ありがとうございます。すごいすごい、いいですね。これでグッと、あの皆さん前の方に集まったかなと思うので、ライブもこの感じでそのまま見ていただけると嬉しいなと思います。それではみんなの心を一つにしていきましょう。聴いてください、ファンタジスタ。
ていただきました。いや、この曲はライブ限定曲で3人なんですけど、うん、地元でしかやらない曲なんですね、ほとんど。時々例外で時間長くいただくと、水飲んで言って愛でした。そうですね。そういうこと口に出すか、スマートに今進んでやったのに、もう全く、いや、かっこいいなと思って、ありがとうございます。全然嬉しくないわ。ありがとうございます。で、県外ではなかなか本当にやらない曲で、地元の定例機でしかほとんど聴けません。で、結構そのライブ曲っていうのは、みんなでこうやって揺れたりとか声出したりとかっていうところが多い曲で、本当に地元のみんなと楽しむために作ったと言っても過言ではないので、ぜひこれからちょっとそのライブ曲パートが何曲か続き始まるんですけど、知ってる方リードして楽しんでいただけると嬉しいですし、知らない方もここかなっていうところで、最初に言った通り、もう好きに楽しんでいただけると嬉しいなと思いますので、ぜひ楽しんでください。で、曲がね、ちょっとずつやるところがあるんだよね。そうだね。ちょっと前よ、なんか最初の、まず初恋スイッチやるじゃないですか。からですね、今曲分かってませんでした。何やるか。スイッチは楽しいポイント、楽しいポイントはね、みんなで、オンオフっていうところがあります。わかる？初恋スイッチだからオンとオフね。え、ちょっと待って、分かってる？マイたちが手を挙げてこうやったら、あ、ミオンがせーのっていう。すごい人任せ。だからみんなせーのって聞こえたら、みんなオンオフって言ってください。オン、いいですか？オン、お願いします。そして次の曲は、イロハウタですね、うん、あ、言っていいよね、いい曲名。いいですよ、いいですよ。イロハウタは何があった？マイたちが、C とか H とかE とか言うので、 それを全部 C って言ったら C って言った H って言ったら H って言って繰り返して、まびこのように。そうそうそう、わかりやすいので、 B お願いします。あと、もう1個あるへん、もう1個あるへん、どこだったかな。 We are って言ったら、そう、そのやつだ。 We are って言ったら、We areって今井たちが言ったら、チェリップって言ってください。最初にやったやつね。あれは曲中に入ってくるからちょっと早いんだけど、 We are チェリップくらいの速さなんだけど、そうだね、ちょっとついてきてくださると嬉しいなと思いますし、はい。で、その次もう一曲続くんだよね。続きます。言っていい曲目。いいですよ。ハローエブリバディっていう、お、マイたちのお姉さん、そうだな、チームバードプリンセスっていうお姉さんチームがいたんですけど、もういないんですけど。そうなんですね。この曲をカバーしてやってるので、引き継いで歌わせていただいてて、このこう、公演じゃなくて定期公演でしかやらないので、うん、見ててください。一番このなんだっけ、ハローエブリバディが間違えるのが多いです。なんで宣言したの？なんで宣言最初から言っといた方がいいかなと思って。なんで宣言したで、うん、このハローエブリバディはすごいアイドルルールが満載の曲で、で、知ってる方が多分リードしてくださると思うので、ちょっとみんなでこれは楽しめるかなって思うので、はい、特に、なのでぜひ一緒に楽しんでいきましょう。では、はい、まずはこの曲から、オンとオフのやつですよ、皆さん聴いてください。初恋スイッチ。
Oh!
手拍子一緒にお願いします。CD に入ってる曲にはないアイドルルール満載の曲だったと思うんですけど、これアイドルになりたかった時期だね、チェリップは。そうだね、まだ2、3年前。アイドルになりたかった時期の曲なので、アイドルルールたくさん入って楽しいですので、今日県外から来てる方、もちろん県内で来てくださった方もなんですけど、定期公演また来ていただけると嬉しいなと思います。で、2月の定期公演ももうすぐ日にちがね、決まりそうですね。そうだね、早く決まった方がいいもんね。そうそう、みんなもですので、ぜひ皆さんその日はもう予定がっつり開けていただけると嬉しいなと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあさあ、ここからはですね、チェリップ独特の曲のパートに入っていきますね。なので、いつぐさん、はい、お水をどうぞ。あ、okay、結構今回いっぱい水飲むな。そうですね、いつぐさん、どうもどうもありがとう、みよ。定期公演でね、2回連続で途中でね、抜けてるんですよね、この人。で、いつぐさん、あの、朝に柑橘類を取ると低血圧になっちゃうみたいで、あの、皆さんもなんか、みかんとか柑橘類の差し入れはちょっと、あれ、ちょっと眉にはそうそう、あの、動く2日前ぐらいだったら大丈夫なんだけど、2日前結構前ですね。2日前完全消化するやってですので、あの、柑橘類はいつぐさん渡さないようにお願いしますね。はい、食べないようにも気をつけます。食べないように気をつけてください、うん。で、ここからはね、手拍子とかで皆さん雰囲気をね、体で音楽を楽しんでいただくパートとなります。で、
今までちょっと汗かいたと思いますので汗を拭いたりとか、それこそみんなも倒れないように水分をちょっと取ったりとか、そうですね、それ大事ですね。雰囲気をこう楽しみながらちょっと皆さんもリラックスしていただけると、うん、でも手拍子をね忘れずにちょっと一緒にライブ楽しんで一緒に作っていただけると嬉しいですので、で眉からじゃあこの最初の曲とか、最初に唇ネットワークが始まったじゃないですか、うん、なんでこの曲たちをやってるんですか、私は。そうですね、私たちは、うん、サンミュージックアカデミー米子校というところで、サンミュージックアカデミー米子校というところで演技、ああそんなこと言ういる言っとく、あの眉がどれくらいまで説明したいか、レッスンしてました。それであのそのサミュージックの先輩に岡田由紀子さんとかサミューさんがいます、うん、それでそのサミューさんとか岡田由紀子さん由紀子さんがカバーじゃなくて歌っているのを公認で、公認で、まあ合ってますね、でカバーさせていただくことができているので歌っています、うん、で知ってる方も多いと思いますので、ぜひ懐かしい方は一緒に歌っても大丈夫ですので、うん、一緒に楽しんでほしいですし、あのなんていうのかな、うん、すごい大人っぽい曲で、でミオたち最初歌い始めた頃はまだ高校生とかすごい幼くて、ね、全然追いついてなかったんですけど、うん、だいぶねちょっとずつですけど追いついてきて、歌詞恥ずかしかったよ ね恥ずかしかったね、若干なんだっけ愛してるとかちょっと恥ずかしくない？恥ずかしい、ちょっと照れがね、思春期独特の照れが出ちゃうところはあったんですけど、だいぶこう気持ちも成長してきて、だいぶ近づいてきたので、その歌える年代に。で、最初はあの歌詞を辿ってるだけだったのも、だいぶこうなんていうのかな、心を込めて気持ちも込めて歌えるようになってきたので、それこそ前に鳥取定期した2ヶ月前とかで結構、ほぼ2ヶ月前で、ほぼ結構間が空いてるのですごく、ぜひそのだいぶ2ヶ月で歌い込んできたと思うので、うん、楽しんでいただけるとその辺も嬉しいなと思います。では今岡田由紀子さんの話をたくさんしちゃったんですけど、うん、違う曲から入りますね、そうだね、前たちの曲だね、そう前たちの幻想的なあれからまずは聴いていただけると嬉しいなと思います。それでは聴いてください、アンデュートロー。
ありがとうございます。ありがとうございます。最後に歌わせていただいた Again が入っている、はい、フォースシングルなんですけど、うん、皆さんのおかげでオリコンのインディーズウィークリー、うん、なんとですねなんとですね、はい、なんでシュ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 って言ったのかわからないんですが、声をいただきました。皆さん本当にそしてなんとですね、はい、2週連続ウィークリーのあれ入ったんですよ ね、ランキングに。で今日はそのお礼感謝の気持ちと、はい、あのオペレーション東京2016ということで、うん、この前やった東京遠征、すごい大きなライブが3つ続いたのを目打ったんですけど、それでが成功になんとかおりましたので、今日は皆さんに感謝の気持ちを込めて、定期たくさんの方に見ていただけるようにディスカウントもさせていただきました。でせっかくですので皆さんにいつもと違う感じの提起をしたお礼をねしたいと思っておりまして、今日はですねそこにベースが置いてあるのですよ。で今日はですね、まあチェリップ、私たち2人に加えて、そうなんです、そうなんです、私たちのプロデューサーであるドブピーがですね、ピードブが、うん、3人目のチェリップとして加わってですね、今日は生ベースで、そう、あのフォースシングルの曲をもう1曲両 A 面なのであるんですけど、ちょっと皆さんに披露させていただこうかなと思います。で興味津々ですよ、で結構ガンガンブリブリといいベースの音がすごい聞こえてきて、ミオンたちちょっと人間も負けずに声を出していこうと思いますので皆さんも力を貸していただけると。次でも毎日も初めてだよね、こうやってやる。そうだね、うん、あミオンがバンドでやったことあるの、まあ、ミオンはバンドでちょっと歌ったこともあるんですけど、ミオンバンドでな、ミオンバンドじゃないでなんでミオンそんな全面押し出されちゃった。いや違うんです、ここでねちょっとやったんですけど、でちょっとミオンたちを緊張して皆さんのちょっと大きな声援でベースに勝っていきましょう、ね、でこれあのお茶漬けバーで感謝祭をね、やったちょっと小規模ですけど、昨日のオフ会に比べるすごい小規模なんですけど、した時にちょっとあるその来てくれた人がベースを持っていたのを意外となんか弾いてみたらいいんじゃねって弾いたら結構良かったって。でせっかくだから本格的なこの箱で、うん、緊張するちょっと大きい音で、でみんなの声も今日動画も撮ってるのでね、入れてかっこいい、ちょっと一応かっこいいやつやってみようということでやっておりますので、皆さんのパワーも貸していただけると嬉しいなと思います。それでは緊張しますね、うん、わかりましたね、眉わかります、そうだ眉があなたも歌うんですよ、頑張ろう。でちょっと皆さんのちょっとさっきファンタジスタせっかく前に来たのにちょっとだんだん後ろ下がってきたので、ぜひ皆さん前に来てちょっと声援グッと集めて、で動画でいい感じに今日来れなかった人が悔しいって思っちゃうくらい楽しんでいきましょう。でわからない、どこで何が入るかわからない方もリードしてくれる方が今日前にね結構見えますね、こうやって今日僕いないんだよね。そうですね、ちょっと皆さん力でいい動画でちょチェリップで聞きたいなっていう風にアピールをしていきましょう。でははい、ここにいるチェリップ、みんなチェリップですかね、チェリップみんなで楽しんでいきましょう。聞いてください、希望シンフォニー、希望シンフォニー来たー。
てますねっていうのが。ブイブイ言ってる。で、ちょっとこの曲1曲だけでコラボ、この生楽器とのコラボ終わっちゃう、寂しいので、ね、あの曲もそのまま。しようと思います。ちょっとこのベースと一緒にやりたいと思います。面白そう。で、ちょっと皆さん、これこの曲は新曲と違って、うん、もうたくさん、もう本当に初期からそれをデビューした当時からやってますので、はい、今新曲まだ初めて聴いたよって方とかも、チューリップのライブ初めて興味るよって方も、もう関係なく一緒に楽しんでいただけると嬉しいなと思います。それでは定期公演最後、みんなで楽しんでいきましょう。聴いてください、アシンメトリー。アシンメトリーだー。Bye.
で、2月の定期すぐ出ると思いますので、うん、皆さんちょっと待っといてください。佐藤さんがナチュラルの誕生日に佐藤さんに拍手を。ありがとう。で、それでですね、まず一番近いのは2月2日にミオンが DJ のね、あ、そうそうそう、イベントに出演させていただきます。どこでですっけ？大阪です。大阪です。うん、あの大阪のロフトプラスワンウェットさんってい ういつもお世話になっている箱がありまして、うん、そこで DJ のイベントがあって女性入場無料で最高かよ、すごい楽しいイベントで、しかも20時45分で撮り前っていう時間を25分もいただいてしまう、いい時間だね。そうなんですよ、ね、お仕事終わりにも来れる時間になってますので、今日主に関西から来たあなた、あなたいや仕事が偶然2月2日休みだなって人とか、あさってそうだね、もうすぐ早い、あの、まあ、これは平日ですので無理せず来ていただけると嬉しいなと思いますし、その週も結構2月はね関西ですね、1月関東に行ってた分、うん、でまずはライブプラスさんに出演させていただきますし、結構後半もワンダーワールドさんって言って、うん、栗原優さんっていうすごいお世話になっているソロの方がいらっしゃるんですけどのワンダーワールドさんに出演させていただいたりとかしますので、うん、ぜひちょっと関西とか県外でチェリップどういう風にライブやってるのかなって気になる方はぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。チェリップの情報はどうやったら分かりますか、いつぐさん。はい、チェリップと検索してください。はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。やすいじゃん、まあ、そうですね、うん、まあ検索すればいい、だって今言っても覚えられないでしょ、ね、まあ、確かに確かに、これが一番、まあ確かに情報知れるもんな、覚えられない、覚えられない、で検索しても前のツイッター出ないんだよ、前のツイッターには告知はないね、前のツイッターあの直前に行ってきますとかあるかもしれないだよとかならあるかもしれない、そうそう終わりましたとかね、ありがとうございましたみたいなのあるかもしれないだからまあ日常が主に知れるかな、ツイッターとかもやってますし、あのなんていうのかな、いろんなステージにね全部出させていただいてますけど、うん、鳥取発でやってるっていうのがやっぱり ねこうある意味本当になんか強みになって、鳥取から頑張ってねって、鳥取出身じゃない方も頑張ってねって ね言ってくださるので、ね、本当にチェリップ鳥取出身でねよかったなと思いますし、うん、今日もこうやって見てたくさんの方に見ていただけるようになって本当にありがたいです。でチェリップここまでね続けてなかったら今日も定期やれてませんし、ね、いろんなステージ立ててませんし、オリコンさんに入ったりとかできてないです。なので今までチェリップ見てくださった全ての方、今日いない方ももちろん感謝して、うん、これからも一生懸命頑張っていこうという気持ちです。また今年も今日初めて地元の定期ということで、うん、たくさんお世話になると思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。すげえな、卒業証書をもらう一人に選ばれる子みたいな、なんで授与式の挨拶、そう挨拶の当時とかいうやつね、そう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 、いやいやでもそんな大層なことはできないですので、ここは最後みんなで終わりたいと思います。では皆さん、まあ、もう一度手を前にお願いします。オープニングと一緒にせっかくだからギュッとね前の方に寄ってよいしょ、あ、そうだね、ガールズを信じがちというか前の方にしなさい皆さんOK OK ではオープニングと一緒で We are Tulip で終わりたいと思います。では今日定期最後まで楽しく完走できたのはここにいる全ての皆さんのおかげです。さっきも言った通り、もうここにいる皆さんチェリップのメンバーですから、自分たちのユニット名チェリップを We are の後に思いっきりめっちゃ人数多いな、先にやってください、うん、ね、心強いですね、選抜だなこれは選挙か、辛いな、でもこの We are のやつ言うには選抜とか何も関係ないですよね、ない思いっきり叫んじゃってください。それではいきます、 We are チェリップ。本日は皆さんありがとうございました。さあさあ、さっき今すごい汗だなって聞こえたので、その通りです、すごい汗なので
ピンクのふわふわ可愛い衣装に着替えてまた出てきます。あのあピンクのやつね、そうそう、着替えて出てきますね。ピンクのなんかね、チェリップらしくない可愛いやつに着替えて出てきますので、皆さんちょっと物販 の, あのロビーの方で待っていただけると嬉しいなと思います。では後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。